ああこんばんは、お疲れ様です。今日もスーパーストリートファイター2 X のイベントを行いますが、人数がえらい少ないため組手でもいいかなぐらいの勢いですね。ヤヤさんの組手やる。今日は人数が少ないんでごめんなさい。もうね、ややさんの動画をね世に残すのはすごい重要なことなので、これやってみたいなと思います。リュウガイルだけ見に来ましたってよく来るんで。あの人のガイル超やばいですよ。なんかね、飛び道具絶対踏まない。何なんだかよくわかんない。竜のって弾の形違うからまあわかるんですよ。剣をね毎回全部処理するのが。そうですね。どうもこんばんは。皆さんゲーム画面見えてますか？大丈夫かな？もうあれですね、今日はややさんずっと 2P に座らせて。おい、関西帰り。あ、お帰りお帰り。そっか。こんばんは、ヒデチュンリーでーす。今日ね、大会という感じはできないので、はい、人数的に。あ、了解です。ややさんの組手やるから。ややさんの組手？マジっすか？かなりやばいですね、それは。あ、というわけで、あ、関西勢の皆さんありがとうございました。もし関西の方見てるのであれば。イベントやりましょう。それ終わったら、はい、今日、先ほどまではジョジョのイベントやってましたけども、これからはスーパーストリートファイター 2X のイベントです。いや全然入ってない。もういあのじゃ あ, あの来た人、ほうしたら、福山、宮、湘南、草、いいね。じゃあみんなそうだな。あ、ほんと。ややさん、今日ややさんの組手やらせて。ややさんの組手 2P がずっと座って。
じゃあヤヤさん 2P 側で、クレジットはこっちで入れますので、うん、じゃあもみを行く、うん、まあ、グリグラさんでも、うん、端っこの台です。じゃあグリグラさんキャラは、あ、じゃあね、先に 1P 側がキャラ決めて、ヤヤさんがそれに合わせてキャラ使うから、うん、え、わかりました。飲み物買ったら始めましょう。じゃあアップしてからがいい、うん、5本選手、5本選手で、どっちかが選手したら終わりで、次の人に回す。うん、でも10人ぐらいでも50戦で、インターバルなしだから、それなりに。でもこのね、動画を僕残したいんですよ、ヤヤさんがどんだけやべえものか。あんまないですからね。よーし、じゃあグリグラさんからいきますか。 OK、7本にする？ 7 本、うん、4本選手、あ、いや、なんでください、あざす、すいません。おーし、じゃあグリグラさんからいきましょうか。5本選手と7本戦にするか、いや、選手じゃなくて、そう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 、じゃあ7戦にしましょうか。マックス7戦、いや、4先ではなく7戦全部、全部やる、ある、はい、うん、どっちがいいですか、5先と5がいい、5先がいいわかりました。はい、じゃあ、5本選手にします。ということで、そんだけ勝つつもりってことですね。そんだけ勝つつもりってことですね。さあ、それでは始めましょう。本日は人数も少ないため、ややさん、ややサガットがいる、まあ、何使うか分かんないですけども、ヤヤさんの組手となります。ヤヤサガットがどんだけやべえものか、皆さん目に焼き付けてほしいですね。さあ、7本じゃねえ、5本選手です。1人5本選手ですね。あ、皆さん来ましたね。じゃあグリグラ、速さカット、今日は大会ではなし、ヤヤさんの組手です。はい、で、5本選手で全員やりましょう。オッケー、ヤヤさんと 5試合勝ったら勝ち。オッケー、じゃあ皆さんアップしといた方がいいですよ。おっと、グリグラがまずは1本、
ドホン選手です、はい、まあ、選手なんでね、早ければ5試合読んでもいいかな、まあまあここにしよう。さあこの辺キャラ様を感じますね、マジで。ペイロン対サガットは現在はまあ大方ペイロン有利と言われております。理由はいろいろありますけども、この火力差ですね、とにかく火力がやばすぎる。サガットは取り返すの超大変。さあ今のも劣化戦線が見ても何もできないです。おお間に合わない間に合わない飛び入れ。さあグリグラが2連勝。ヤヤさんもきつい流れました。さあリレーをかけるとしっかりつながる。最速だと2発目使っちゃいますからね。さあレッグがそもそも咎めづらい。おおピヨッター。最大、あれは最大です、マジモンの最大。そしてタイガーショットの職人ですからね。いや危ない試合でも諦めない、この辺レジェンドです。レッグ客の着地をちゃんと見ている。グリグラは寄り方に工夫をしている感じですが、この体力差。サガットというクッソ弱キャラ、このゲーム最弱クラスですからね。サミーと下がっていい感じ、印象かなぐらいに思ってます。さあうまく近寄った。こうなるとテイロンのターンになる。今のインショットは、支援客が下段ショットを燃やしつつ、さあやべえの入った。お投げる支援客が下段ショットにくっそ強いため、この場合でよく打ってくるんですけども、これですね。これに対してサガットができることが、ガードしてしまうと加算がないので、読み合って上ショットをちょっと打ってみて、うーわー、どぎつい。アッパーがガード、グリグラノリノリだ。この場合で立ち強パンチ、ヘイドの立ち強パンチがタイガーショットに対して猛烈な威力。おお、うまいな今の削り切る。タイガーゲノサイドもヘイロンは密着弾も受けるんだっけな、確かそんなんだったと思います。さあ今クレッカ入っちゃって、さあ足払いでレッカキを止めつつ上見る。これをやってもヘイロンはそんなに困らない。タイガーショット打たないんだったら別にダメージも取れませんよと。さあ引っ掛けた、ここが熱い。しゃがみ強キック当てて、おー劣化神拳、グリグラが3勝3の1ですね今。若手プレイヤー社長はややく見て行っております。5先長いかな、4先にする。さあ組手方式ちょっと人数が増えてきたので4先にしましょうか。さあピヨったぞ今日はバカ、ごめんなさい4先に変更、人数増えてきたんで4先です。ファーストツーフォー、
組手って英語でなんていうのかしらね。うわー厳しい。まだ打っていく。4本選手です。ファースト2、フォー。よーし、さあややサガットが勝って、じゃあ次に行く人決めて、じゃあモミオ行こう。現在のところ3人でルディグラリード。サガットがキャラ勝ってる相手なんてそうそういないですからね。うわ飛び踏み、レッカー、そして中段レッグ逆、サーシン攻めが超厳しい。レイロうまいな今の。さあ着地伸ばした。アパカが置いてあるが、ウィングラーとしてもそこは折り込み済み。さあ右上盤、さあフェイロン足が速いからすぐすぐ寄ってくる。ここはおお支援客、レッグ客から支援客。さあこれで、グリグラ4勝で終了。次モミオがいきます。ストマックモミオ、じゃあ一回リセットしましょうか。残念サガットもかなり熱いカードなんですよね。昔はサガット圧倒的に今のジェノサイドモデですね。まずはヤヤが勝利。プレイヤーがこう説明するとしたら、うめえはらずティーチャーですよ。さあ飛びがうまいぞ。人がこの上から来る、ビヨっている。さあスペーで欲張りに行ったらアパカが出てきた。がこのまま祈り、アパカが相打ちになるの、あれひどくない。さあ4本戦士でございます。さあここは上を逃してモミオがどんどん寄ってくる。さあ今もいいですね。さあ繋いで、あっと高めボディ、あれは相打ちになると消えてしまうやつ。この場合でもモミオが足の使い方非常にうまい。大阪カットは体力負けているので大きめのダメージを取りに相模教官を多めに立たせ、しかしここはモミオが一撃第一で取っていく。
え、で、今何人いる？残ってるのが1、2、3、4、5、今あと5人いるから 4×5 か。さあ参加大歓迎ですよ。さあ高めからのファイナルは投げられる。サガット対ザンギ、サガット側はタイガーショットを軸に戦うしかないんですけども、このタイガーショットが非常に蹴飛ばされやすい。うまいですね。エンジャーキックから圧迫がスカる前に下がると見せかけての一歩歩いてくる。さあフェイントを混ぜて打っていくんですが、フェイントを混ぜて打っちゃうと今度は飛びが入ってる。おー、うまい。アパカはかつらされると残念は確判がありませんが、今のようにめり込ませれば。さあ、熱い前、おー、ビヨってるもみをがっつり。しかし、いい勝負が続きますね。はい、残念よりじゃないですね。そこまでではない。まあ、ヤヤさん曰く残忍有利だと思うけど、そこまで有利ではないと。まあいい勝負なんかなと。さあ足の合間にタイガーショットで、タイガーショットを1回ガードさせることができればこの後は下がったときになりやすいが、ヒットするとこのように歩いてダメージを切ってまだ相手になっちゃう。しかも今度はスローがかかってる分やりやすい。おー、ダブルラリー。しかしここはストコン。はい、おー、さあいろんな通常技を使いこなさないといけない。サガットはリスクの少なめなカジラキックを打つんですけども、それだとリターンも少ないので、さあアッパカガードになればまあ OK、 できれば落としたいところですが、さあタイガーショットがなかなか打てない組み合わせが続く。どうなる、この前さあスクリーン入っちゃった。どうしていくの、モミオ。スカマックモミオ、まあ、無名といってはあれなんですけども、超有名ではないこのプレイヤー、乗った時の破壊力はポニープラスグンゼぐらいあります。やばいです。さあ初キョーキックもあれなかなかいい技ですね。タイガーショット、タイガーショット、ここを踏まない。さあ来たか、大足アッパーかスクリーン流れの引っこ抜いていけばもみよう。これで 2-2 ですね。熱い。ヤヤさんのヤバさを見せようと思ったら相手のプレイヤーも相当うめえことがこれで見て取れますね。タイガーちょっと、おっと上り中キック、今の広がらなかったのが運が悪い。ザンギの踏み込みにいろいろ技を置きたいんですが、ダブラリのクラウド選択はやりたくないですね。さあ、うまい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 、おーいーわぁ、いいか、飛び3回ですよ今。これちょっと安かった。バニシングの俺には中足にあたりが入りますね。ザンギはタッチ中キックがかなり強い、しゃがみ強キックも強いんですけども、タッチ中キックだとさらに外から
タイガーショットを蹴っ飛ばされる。さあアトミックスブレーク返して奥攻めはアーパーか。これ削れる、しっかり削っていく。さあタイマーダイヤスからパスパスラーとか実力ですね。この場合あそこまで離れたからといってサガットが安全に球を打てるわけではない。ドライ判定、おーピヨっちゃった。さあこれで、八重さんが3本、もみのが2本ですね。残儀の行動に対して全対応をするのが難しい、とにかく難しい。さあしかしアパカが出始めたぞ。さあ今の遅らせたいがちょっとも読み合いの一つ。おお入る、受け身なし、表ピヨらない、入らなかったですね。いやー、パイルまではすげえよかった。さあ表のアパカガードからのスキル、この試合勝負何回目だ。ダイヤシー入る、大ブレ。さあエンジェルキック、最後は UWF スタイル。さあ残念ながら先にダブラリで回るとタイガーショットを見てから打たれるので、ここは難しいところ。攻め寄って歩きつけてタッチ強盤にかくらせる。さあこれが最終戦です。あ、クレジット入れてください。いっぱいピンクいっぱい押っちゃって、さあどっちが勝つんだ。熱いぞ。僕もサガップというキャラ好きで相当使ってますけども、参考になるプレイヤーがなかなかいない。あとは2人だけいるんですね、ヤヤサガットと4代目サガット。この2人だけが別格です。4枚目もやばいですけどね。さあこれはもみもみもやることない、ゼノサイドを出されると終わりですが、ゼノサイドが貸さない場合まで下がっていく。じゃあ次行く人、次行く人行く、次ギネ準備です。今のところ10ステージですからね。おお、ダブラリーが歩いてヒットした。うわ歩き投げ、これにはもみおももん絶。歩き山か、さっきあれ僕いっぱい食らいましたよ。パチコキック耐久の使い分け、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、最後までややが 4-3 で勝利。いい勝負だった。じゃあこのままひねくん入っちゃいましょう。あ、いやいやいや、大丈夫です。さあヤヤさんキャラは、ヤヤさん下がっとるぞ。あー、ヒデキンディ、
飛ばされているし、飛びが通るし、ヒデ君もあれですね、今大阪帰りですからね、温まってないとおかしい。皆さん動画は見えてますか？大丈夫ですかね。アッパーか。さあしかし テンションじゃない、戦列が止まると相当辛いやつな、この組み合わせ。ここでも入ってしまうが、アッピンカで済んだ。玉内の極意はこういう飛びが強いからに生きると思ってもいいでしょう。ヒデチュンリーはヌナリサロックとダイブやってますからね。 ありがとうございます。どうもバッチリ。はーい、開幕どっから届いてんだという夏潮切り。開幕、まあ、これは大野くんが言っていた攻略なんですけども、開幕飛び道具で2割削られてもゲージを貯めるべきだと、チュンリー側の話ですね。これを徹底することで常に歩き戦術のプレッシャーと差がと戦わないといけないですね。動画ちょっと荒いよ。あ、この空気にあーってなってる。あー、なんかね、今日ちょっと設定がいつもと違ったんですね。これがヤヤサガットです。音声があーってなってるのはごめんなさい、我慢してください。設定ね、僕直せないんですよ。ちょっとマイク離してみますね。そしたらチュンリー対サガットは個人的には7、3ぐらいありますね。がこのヤヤサガットの恐ろしさ。タチキョーパンがぴったり受ける。そうですね、タイガーソットを見てからボタンを押したい満員に入る直前に一番当たったんですよね。ということは一歩遠くでチュンリー側は待たないといけなくなって、その一歩外の場合、今度は路線端すぎ、うわー、まだおおスーパン、パパがいやや下がって2連勝。いいですね。後から来た人に言いますが、今日はヤヤサガット組で行っております。4本選手で全員できればいいかなと思ってます。最初人数少なかったんでね。じゃあ次誰行くか決めといてください。立候補でいいですよ。あと何人だろう。三宅、福山龍、川島、ダルシム、福佐君か、あと湘南龍ですね。キャラも色とりどりでいいですね。さあここで2位にかくってはいないでしょう。何が打っちゃった。こんばんは。1P 側がヒデチュンリー、2P 側がヤヤサガットです。さあ、しっかりとく。ああ、そうかそうか。いきますよ。いくよ。名前だけ。名前だけ。
おっと割れてる、音割れてる、ちょっと音下げましょう。ごめんなさいね。これでどうかしら、音下げてみましたよ。さあヒデがヒデハウスに閉じこもって、あ、これ先列当たったら分かんないですよね。下がる、やや、うわ弦が入っちゃう。ノーミスでいけば下がったペースなんですけども、おおそして初交番職人ややサガットが3連勝、ヒデ0勝。は先ほども言いましたが、まずゲージ溜めですね。この後継がやたらゲージが溜まるので、これをやってあとは寄ってから戦列をぶっ込むと。おお打たされた。今のはちょっとやり直し感が、我々は宇宙人である。あーなんかね、絶対見てもらえないとダメだな。無理かかっちゃったんでね。まあ聞き取れてるんだったらいいや。こんばんは、お疲れ様です。おお投げる、何か。さあ、おおマジかー、あれあれそれ、おサクソキャラマジかー、ガムサクキーか。ガムサラですね。なぜか日本語パッチがいつも前に入ってて、それのせいで設定がリセットされてたんですが、うわタイガーショット2回食らって、リオリーチなので下がったところにどうする。おー全部のスイジャンをとどめていく。下がったおいー、あーおはい、自信できないんですよ、ごめんなさいね。しかしまあ内容を見ればいいんじゃないですか。めくり中キックね、あれ強いんですよ。このトラッパカは本当に前の方にしか判定がないので、めくられると大事です。さあ歩き損別の前に入るところでとがめられたので早めに吹っ放しちゃった。避ける、これもあるんです。さあ時間がない、いやもう端っこやばい、うわー4連勝。終わり終わり、おいヒデ君、ヒデ君終わり、4連敗終了。じゃあリセットして、リュウトがいらない。今ねガイルの人が来る、ガイルこの方は4連勝したら終わりですね。そうですね。いや、内容は4本選手です。で、ヤヤさん組み手なので、設定側はヤヤさんこてる。この方は、ウネさん。ウネがいる。はい、ヤヤさんと。このガイル戦は全員が口を揃えています。なんだこれはと。
とダメなんだよ。やめときますよ。何の設定が間違ってんだろう。さあ踏まされたぞ。うねまいる。さあ削っていく。うねまいる、なかなかいい動きしてますね。ただちょっと飛びが多いのがバレてしまったが、色は無敵から。さあ球はマジでうまい。こういう相手にはどうやるか。うわーっと、もう経験済みだよこんなのはという感じの動きですね。さあややさがとかまずは1本。じゃあその2人どっちが先に行きますか。次福山龍が行きます。さあ、ウメガイルが飛びが多いのが完全に分かっちゃった感じ。打たない。さあ、ソニックを追いかける隙すらない。アーパーか。
上です。福山龍坂田行く。はい、さあキャラは変えてもいいよって言ったんですけども、オール坂田行くと福山龍
しかしこの人にはまだ弾という武器があるのを忘れていた。歩き方がでもあれくらいやらないとね、龍の発明で入るんで、スタートしたら始めてください。どうだかな、あ、行ったかな。音直った。お、あ、見えてるっぽいね、見えてるっぽいね。あ、 OKOKOK 始めていきましょう。僕もこれでツイートしたよ。さあ今回は宮剣ですね。宮剣 VS 宮剣 VS ヤヤサート 2P ヤヤ固定でございます。ヤヤ組み手全員と4本選手やってもらっております。さあ剣対サート、この組み合わせもかなり微妙な組み合わせ。あっばっか配信止まるようになった。配信止まるの、マジで。あー配信止まるのはまずい。動いてる。今回サガットは若干サガット有利ですが、やはりこの組み合わせも火力に結構差があるので、あと剣の弱小竜がサガットの下段ショットにぴったり合わさると動く大変なんだ。ペコさんがポンコツなだけじゃないか。おー、死ぬか。あ、バカ、危ない危ない危ない。あそこ一文字でピエロかもしんないんで打ってみた方がいいかも。ん、あー壊すカマか、なるほど。空中竜巻3ヒット壊すカマが入れば、うん、もっと読み合いが厳しくなる。またはそれ暴れを読んで勝利点言ってました。ここまで 1,2,3,4,5 人ややサガットとやっております。グリグラフェイロンが 4-2 でグリグラ勝ち、モミオザンギが 3-4 でややサガット勝ち、ヒデチェンリーが 0-4 でややサガット勝ち、ウメガイルが 0-4 でややサガット勝ち、福山龍が 0-4 でややサガット勝ち。ここ12試合、13試合負けてないですね。あはー、まあ、剣戦なんてどんくらいやってるか分かんないですね。おっと
おお、いい飛び。アッパーか、なぜそこでアッパーか。しかもバックで当たる。この組み合わせですね。おお、なぜか。下がったな。いいまあ今で。おーっと、これは運だ。あー、アッパー飛んで。今のは絡みましたね。ミヤさんです、ミヤケンです。はい、これ買っていますね。ちょっと待ってね。ワンティーファーストツーフォーワンティーミヤうわあ、あそこも逃さないの。この辺がゴールドセイントですよね。まあ、下がって使いなの逃しちゃいけないってところが。アルキアパカ、そんな読み合いまでやってくる。まあね、アニメすごいな、すごいな。うわー、まあアニケンさんもの時も思うんですけど、うわーっと、さっきの壊しカマポイントだったか。アルキアで死んじゃう。近距離になると超エグいんですよね。さあクレジットピンク、いっぱい押しちゃって。さあ次は誰行く？行く？湘南が行く。あ、そうですね、この色の剣ね、何人か使ってますね。すげえかっこ悪いと思うんですよ。さあ文字、さあ強キック、一文字を多用。サガトン達強化域の外から蹴っ飛ばせる非常に重要な技です。おーっと、伸びをしっかり忘れ、ここは三宅が取った。さあ目の前の昇竜拳、おお、どこ落としてんの。中昇竜、あとアッパー昇竜ですか。さあ目の前でどっちこっち行く。三宅も意地を見せる。さあ三宅もそういえば横浜勢ですからね。川崎とはかなり近い。川崎陣営は横浜勢は川崎白虎隊に昔からもみくちゃにされているので、ああダメだな。その川崎白虎隊の総帥がややさなと。おお、その釣りは食らうでしょう。アーパーか、ダメよ飛びは。まだ飛んでいく、俺は諦めんぞと。ちょっと安い、まあ、剣はあの場合でダウンを奪う行動があんまりない。2の角反をうまく取っていく。タイガーショット、タイガーショット、これはレッパ出さざるを得なかった。さあこれで三宅は敗北よ。はい、死んでた。はい、開幕何ショットですか。ジャックショット。へー、
踏み込み足払いを届かせようとすると先に食らっちゃう。強いですね。さあ次は湘南流、じゃあリセットなしでいっちゃっていいかな。あ、まあどっちもいいや、どっちもいい。はい、さあ、ややさんと対戦するのはこれ湘南流ですね。ガイル使っていいですよ。さあ湘南流体、今度はややガイルです。あ、新ネタの話は今じゃあしちゃいましょうか。龍拳に対して開幕上の弱ショットを打つことで波動拳に向かって飛び込み足払いもう大丈夫と、超やべえみたいなこと言ってました。さあこんな細かいことが超やべえと言えるのはこの人ぐらいなんでしょう。そんなクッソ安定にも見えないですけどね、上ショットは。あ、飛び込みにも大丈夫らしいですね。パスが強いですね。ムーは開幕歩いてしゃがみ強キックとか開幕ファイヤーとかあの辺を使ってくるんですけど、ね、8中盤なら相打ちになっちゃいますね。ウーショットはトライハンド先に出ないんで。あー湘南打たされた。梅原漫画そのもの、あの漫画顔見すぎですよね。さあこのめったにガードしない、めったにガードしないから全然削れない、めったにガードしない。そして重ねてここはちょっと、おー今の幅良かったか。そして真空ももらわない、やり直し。てかもうまだガイルが勝っているのでこれ上手すぎじゃね。飛び道具打っても上手すぎじゃね。全然削りもできないですね。削れないのはなんでなんでしょうね。おい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 、あこれがややさがってる、ややガエルです。そうですね、歩いてみてから竜巻なんですけども、そうするとね出力出てくるんですよ。さあこの裏剣を当てた後の最速バック触ットで相手の波動拳を見て避け方を変えるんですね。最速バックサバットバックジャンプ力なり水弾したりソニックで操作したりできるんで、あれおすすめですね。さあ湘南何もできていないぞこれ。操作がうまい。さあ今度はうー無理。これどうやって勝つんですかね。差し子はそこの歩いてってソニックにもう無理やりしゃがみ強キックやりに行ってましたけどね。さあスタブ、あれはちょっと色気出しましたね。しかしかなり強い行動。
多分時速が長いので波動拳の引っ込みから前に出た時に時速が残っていることが多くて一方的になっちゃうんですよね。おっと竜巻強度食らった、強度食らったけどやり直し、ダメダメと全然ダメだ、うまい。さあ湘南、湘南頑張れ、時間が、これは完全な余生。さあ死なないですね、波動拳をどうやって避けてるのかはちょっと動画を見ていただくとして、今これ中波動も使ってますね、使ってないかな、中波動かな。さあこの体力差を守りきろうというのが真髄なんですよ。そして龍も波動でガンガン押してるのに、波動でガンガン押してるのに前に飛んできてくんないもんだからなかなかダメージを取れない。裏剣逃さない、うわーうわー死ねー、死死量ですね今のは。うおーっと投げに行ったときにやっと刺さったが竜巻、ここ気まずいところ、さあまあ出てきた4本選手だから今3連敗中。龍にはガイルでしょみたいなことを言ってましたね。確かにアダムヤンさんが書いてる通り相模コパンとかで見てるんですよね。コパンで見て打つかどうか、最速で打つところももちろん打つし、今見たら下がって打つ真空警戒、あーっと空ぐらいになってる、3ヒット相模コキック、さすがにさすがにショーランペースだが、さあこれはおお、これは裏技使ってきましたね湘南。あ、X ゲーマーズと千原くんですね、久しぶり、こんばんは。今日はややサガット組手です。あ、書いてなかったごめんね、ワンピー湘南。ツーピーヤヤガイル、あれ書いてないって、書いてないの、ごめんね。この中足再球もゲスる、あーっとこれは歩いて画面を押した、真空怖いよねって感じなんですけど、うわ打ってくる、あー金子ガイルも八重さんの真似しようとして折れてた、わかるわわかるわ。さあこれはやっとパターンを変えた感じが、変えたのがうまくいきましたね。しかしその竜巻はダメ、さあ竜巻間に合わない、さあ真空怖いよ怖いよ、怖くないのか、この体力なら確かに食らってもまだリードですからね。うわあ、ヤヤガエル4連勝でまだやってないのは草くん、草チュンリー、キャラはシャート、
あっとヤバい手順だった。今度は草摘みでいる。今度はさすがに勝ちたいでしょう。荒さはあんまりある。僕ねバイソンでやりたい、バイソンでやりたい。ヤヤサガットとイカバイソンで昔ガチったことあるんですけど、僕の攻略間違ってなかったのにゴブられました。意味が分かんないですね。なぜこんなにうまいんだろう、ちょっと不思議。アーパーか飛んじゃダメだとまずは分からずでいく。おーいおいおいおい、マジこれひょっとして速い方がいいのかな、下がった時には。まずはややさがと取る。ここにも書いてありますね。ワンピー、クーサ、ツンリー、スーピー、やや、ややさがと取る。はい。ツンリー相手に歩き投げ。しかも起き上がり。早い方がいいっぽいな、これ。うわ、今の起きは相当しびれる。打たされた。うまいな。いやー、なぜチュンリーの水ジャンは下がり続けていいのかな、安定なんだかしら。ダメ、その飛びはダメ。ダメとか言ってるけど、僕チュンリー使ったらあそこ多分飛びますね。インチェキック。いやー、ややどうがいいねこれ。おお、減ったが、ややさん全然動じていない、顔に出ないですね。ややさんのファンなんでこんなにいっぱいいるのに下がっとくたいないんですかね。やべえ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 、おお、まっすぐいた。さあチュンリーが今度はまっすぐ、これで 1-1。 落ち着いてますよね。ここはこれ絶対食らわないよねっていう間合いとかタイミングを体に染み込ませてるので朝方バンされてる危ないよ危ないよ。おーっと裏読みだったが、これが入ったんですね。からのこれ削れないですね。タイガーショット、おいおいおい、どうぞー。ハードなっちゃった。トネピン、あれそのバンされてる話ちょっと書いてあげて。あー、め下がったね、細いんでめくるかどうか逆に分かりづらいですね。あぶねーあぶねー、ナイス反応。どうする、うまいな。スイちゃんダメなんですね、あれ多分だいぶ確定ですね。皆さん自信持ってってる。さあここは絶対食らわない。何なんだこれ。さあどうなるどうなるどうなる。あっ、タイガー、おー拍手が沸き起こる。なんでだろう、こっちにやっともデビューですからね、聞いてるよね。さあ、おお、うわー、ピオラナいい、ピオラナ、チュルンがいいというのが、今
ってたチューニングが残ってる。うわバカー、モリモリ減ってややが2勝。ややくみて面白いなこれみんなサガット使いましょうよ、サブキャラでいいからさ。さあ好き勝手打っていく、好き勝手打っていくこれは落とせない。サガットのしゃがみ教官がスピニング落とせないんですよね。あーっとあれはフェイロンと同じ現象ですね。足に引っかかっちゃうんですよ。アッパーカー、そしておー、クソキャラ、ここに極まる。あー、死ぬ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 。おはは今のひげーな。セルティのひどいことその15ぐらいです。おー、そこに上ショット。おっと解決しないよさあこれは運もついているぞ。いやそこがこれ厳しい。ほんでああもうあれやることないですね。さあアッパカアッパカ、うまいライブうまいなうまいな。さあ空中戦になっている。空中戦になったらサガトもやりようがありますね。うん、おーこれは死にかねない、死にかねない。うわこれはゴールドクロスでしたね今のは。あ次は、次はあとカワシムだけ。カワシムか、カワシム最後の方がいいんじゃねえかアッパーか。さあ4分返しにしてよかったですね、本当によかった。ジャンプ強キックぴったり届いて、そしてアッパーで落としやすい前まで下がって、これがフルヒットした。ジャンプ中キックが、しゃがみぐらい確定なので、ね、あれは繋がっちゃうんですよね。生戦列が繋がるぐらい有利。今日はバカ、ジャンプ攻撃をしゃがみぐらいするとプラス5フレームボーナスがつきます。そもそも発生が9フレームぐらいなので、飛びが当たって有利なところだったらまず戦列下がりますね。さあ打たされた、おっと左足、うー足払い戦区の下台が、そうそうですね。うわーまたしても中がね5で、今日が確か9だったんですよね、あのサイト見たら。アッパーかー、さあカスワセアパが、あれはそうですね、シャーム中キック歩いて当たってば当たるんですけども、あまりリスクリターン考えたら打っていいでしょうっていう考えなんです。そう、閉じ込められてるぞ、閉じ込められてるぞ。なんでこれ、あとこれにはやや目標。いやーしかし今よくつなぎましたね。ややが3勝、草が2勝、もう大きい。あーごめんなさい、ゲームをちょっと減らしましたよ。
あの生戦列より、ああまたしても入った、生戦列よりしゃがみ小判戦列の方がつなぎやすいんですよね、発生が早いんでね。あこれはバックジャンプ、そうやろう、セイバーでいうところの入れっぱバカ野郎です、ね、こりゃおーあ、まあこれはガードで OK という、いやしかしこのキャラは常に火力差と戦わないといけない。タイガーアッパカ、あの今日のアッパカは開幕だとあんなに減るのに最後の方だと5ドットしか減ってねえんじゃねえかってちょっと、あぶんねえ、ミスターが踏みつけがうざすぎる。さあこれは俺はヒデチュンリーと違うんだぞと、さあこれは死にかく、さあこれで 3-3 です、 3-3、7本目までもつれた。ヒデ見てるかって言おうとしたらヒデ見てなかったっすね、ヒデ見といた方がいいんじゃないか。ああこれはうアッパーか、何面飛んでんだと、うわまだしかしこれはタクなんだという言わんばかりのスタチュンリーのトンジャンプ、さてさてこっからどうやって逆転するのか、下がったら逆転する面はあるのか、ゲージが溜まっちゃった、これは下がるぞ、下がざるを得ない、おーかくった、よく見てましたね今のは。おっと届かない、まだ飛ぶ、ここは出ない、さあおーピオリチまだ飛ぶ、サチュンリーの飛びが、あーやっちゃった、サチュンリーが 4-3 で取って、カワシムですね、カワシム DJ、 ヤヤさんはカワシム DJ、 カートリー、じゃあリセットしてください、いい試合だったね、じゃあこれも書いておきますので少々お待ちくださいね、 1P、カワシム DJ、 DJ です、さすがにねダルシム対サラットできないですよ、禁止カードですから、スパコン削って、これでもねかなりかなりキャラ差ありますよ、これでも DJ 相当有利、相当有利なんですけども、ヤヤさんはいけますね、ヤヤさんだけいけるんですよね、いやあと4代目か、64じゃ効かないと思いますね、このことですが、ダイヤスタイク遠距離戦は下がっていきます、接近するとあのクソ速いエアスラッシャープラス、うーわひでえなこれ、おい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 、さあ自爆した大爆発、カワシムお得意のプレー、
あとこのジャックソバットの存在ですね。しゃがみ、チルキックもタイガーショットを潰します。スライディングもタイガーショットに一方勝ちします。悪くてもエッジ。さあ今のジャンプショット、おー今のうまいな。そして置き攻めは DJ 側安定コードがあるんですね。しゃがみ中キックの先端を重ねてエアスラまでワンセット。さあめんどくせえことやってくる。うわうざすぎる。さあしかあこれはゴールドセット。なんで出さない、そこも出さない。どうなるどうなる。カワシムが踊ってる踊ってる。ダメだった。まずはややサガットが勝利。投げちゃえばよかったね。そうですね、タイガーの出際の距離が広いんですよ。しゃがみ強、しゃがみ中キック、しゃがみ強パン、しゃがみ中パン、スライディング、その外でさらにソバットがあるんですね。さらに外だと、ジャックのジャックナイフで避けてまだ読み合いなんですよ。なのでそう、この場合でも一回ジャックジャックナイフでタイガーショットを避けると次のタイガーショットもう打てないです。ジャックソバットが入っちゃうんですね。そこをジャックショット打つしかなくって、そうすると今度は通常技で IH が取れるんですけども、詳しくは見てもらって。うわー合わされた。カワシムも相当これパッと手やってますね。あと勝っとんだぞ。さあしかしサガットにはこの強力な武器歩き台足があります。サガットの前足は相当長いですからね。 DJ のスライディングにも一方勝ちできる便利な技。さあうまい。そこはバレてますよと。はいこれ入らない。おおしかし危ねえぞ。さあ下ショットが危ないと判断。うわ歩き投げ。着地歩き投げに行くのがうますぎるんですよね。うわそうですね、これ見てから打たないとああなるんですよ。しかし入る技はタイガーショットと台足だけです。まあ立ちキョンパも入るんですけど、その後ショットが打てないのでやるんだったら大事ですね。パッと高め。 DJ はジャンプ強キックを遠距離から打つのと、近距離だったらジャンプ中キックスライディングを狙っていく感じですね。ジャンプ中キックスライディングはタイガーショット下段打ってるとしゃがみぐらいなのに繋がっちゃいます。さあ端っこ高め投げられる。また自爆しようとした。カワシムの背中には自爆ボタンがついてる。わあ打ち返せない。いい試合なんだけど、その高めはねアパが出してくんないからやめた方がいいですよ。あさあこれで3戦目ですね。さあスポットスライディング、この場合まで来るともう DJ の打が一方的。DJ が技を使ったところにサガットの台足が当たるぐらいしかないですからね。さあしかし僕はややさんに DJ 戦困って聞いたことがあるんですけども、ややさんっぽいあまり詳しく教えてくれない感じで、強アッパからで耐久できる前で戦うといいよと教えてくれました。いやしかし間合いを作っているのが DJ 側ですね。これうーさあもう飛びが、さあ来たか来たか、あーあー下がっちゅう。もうタラジャンプ1回でも見せると
着地で DJ のターンになっちゃうんですね。そう、この場合でしゃがみチェパンになっちゃう。もうちょっと欲張るんだったらしゃがみチェパンも強いです。タイガーショット5発分ぐらいの威力がありますので、タイガーショット削りですね。削り5発分ぐらい取れちゃうので、まあ露骨に狙ってもいいでしょうと。おーおーおー、さあ弱そばと先端ガードだとしゃがみ小タイガーが入ったり入んなかったりですね。他は届きません。さあしゃがみ中キック、あれ転ぶのが本当にまずい。が下がってもフェイントを使って球をなんとか打っていく。さあ近距離になったら DJ が中攻撃をしてるだけできつい。この前も大きいですね。さあカワシもうまいな。うおうまいって褒めるとこれだ。うわあ、しかし、まあ打ってみた以上の効果がある。さあ魔法の球、おお、ジャンプキック、ノイズがある。ごめんなさい、これ以上はちょっと直せない、申し訳ない。さあおーっと繋がらない。 DJ 暗い判定も薄いです。この辺も強キャラになっているチーム。さあカワシムは飛び道具で戦おうとしてないので、ヤヤサガット逆にちょっとやりづらそう。スライディング痛い。おーっと超高い、あの高さでボタン押してる。あぶねーっと、甘か、そこは届きません。さあこれでヤヤサガットが3勝、川島 DJ が1勝。ここまで勝ったのはグリグラクサだけですね。 4-0 も結構あります。開幕、さあビョって、おいおい優しすぎでしょ。カワシムの8割は優しさでできている。サマットをピュッても DJ だとめくりづらいですからね。あっあっあっ、一つ一つのタイガーショットに命がかかってるサマット側に対して DJ は気楽です。しゃがみ中キックね、上ちょっと食らわないし、スライディングだと上ちょっと食らうんですけど、しゃがみ強パンとしゃがみ強キックを上ちょっと食らうんですけども、しゃがみ中パン中キックは上ちょっと食らわないので、あー、痛ぇ、スパコン、うおよく見てるわ。熱い熱い熱いらしい。球が速いんですよ。なんでこんな速いんでしょう。さあ押されている、ダイヤスタイク飛ばされている。おお読みすぎだろ今の。あ最後僕やっていいですか。
ミカバイソン対ヤヤサバトね。これが最終戦かな。投げる投げる、相当サバット側は厳しいと思うんですけど、もう溜まってるしね。うおー、しっかりちゃんと見て削り切る。これ全然あるよね。打つ打つ打つ、まだ打つ、ちゃんと足払い出してる。削り切る。一本目ヤヤサバトストレート。この前の時にもうちょっと、ああ、これ中盤置いてる、うますぎる。で、中足ガードさせてちょっと下がって台足っていうので、この前取りのタイミングがすごいですね。やっぱりうまいとすごいしか言ってないです。突進系にしっかり、でもさっきからアッパーカーと垂直合わせてる感じですね。で、貼り付けにしてもピオらせる。ここは届かなかった。これ溜まってるからなかなかサガット側は手が出しにくいんですが、ここはしっかり出してくる。出す絶妙ですね、タイミングがもう本当に。あー、ここはちょっとミスったか。これ3戦目ですね、1-1です。ヘッドで抜けた後のに対しての球の打ち方がやっぱり、わー、送らせて投げに対して暴れの中盤ですね。夜4段か。しっかり見てる。さっきからやっぱりダメージ取るところしっかりしてる感じですね。あー、手出しちゃう。さすがにね、見えないですね、あれは。
思わず矢田さんもふざけんなという、ね、言葉が飛び出てましたけど、さあ今のちょっと尾を引かなければいいですが、4戦目ですね。飛ばしかん投げ、このタイガー何もないっていうやつですね。おー、ビオール3発で、先制で振った球に対してこうグランドスレードが刺さっちゃうのはやっぱり相当厳しいですよね。さっき小足に振っておいて、小足立ち引っ掛けっていう連携で、この後だったんだと思うんですけどね。うまっ、うわー、出ない、クレイジー確定場面ではあったが、あー、今のはヘッドだったんですか。投げる、拾わない、タイガー、タイガー、ここの前がやっぱりきつそうですね。バイソンもジャンプが低いからなかなか、ただおー下がってきては安かったけど、おー、ヤラさん取り返して 2-2 ですね。 2-2 です。で5戦目ですね。音は今日ダメなんですかね。あー、入らなかった。でも3段入ってビヨって、そのまま、ね、あっという間に取りましたね。打っていく、開幕でしたっていうケースが多いですね。やっぱり突進止めるのとっていうのがあるのかな。この前でしゃがんでるお見合いだと厳しいですね、サラットは。動こうとしたところに刺さっちゃって、大足長いというか、タイが出してましたかね、今は。中盤で突進止める、これは繋がらない、この前、うまい、ゲージが止まってるんで、あまぶりしないでここで打つ、2-3 です。あらっと、たぶんさっきみたいな球打たないと、死んじゃう球、抜けられたら死んじゃう球打たないと勝てないっていうのは相当厳しそうな感じはありますが、しっかり我慢して、おー、垂直に対して2位が刺さる、この前でさっきからで、ゲージが溜まったら無理しない、しっかりヘッドにお釣り、これでリーチですね。大足を置いておく、一回ヘッドで抜けられても、その後の球で駆け引きというか読み合いがあるっていう感じですかね。
ただここで敬遠になるともう終わっちゃうという。割り込めず、ピョッちゃってる。股間からつながってる。これ最終戦ですね。相当やっぱりこのカード、アガットのきつさがもう際立つ内容という感じがしますが、投げる受け身がない。出たけど出なかった。中間クレイジー、ちょっと欲張りすぎた感があるんですね。ここね、動こうとして刺さるのが、ここは安いけど、もうこの体力だとまあいいかというところでしょうか。あとはもう何か刺さったらやばいけど、内足の、おー、飛びを通す。4-3 でやったがとの勝利ですね。はい、それでは、ややさんリクエストでグリグラフェイロンと再戦です。3先になります。今回は3先、対戦です。あ、ファーストプレー3ですね。そしてその先はまだ温まっていなかったという感じなんでしょうか。グリグラフェイロンもタナット戦はどうやればドギついのか。アーパーか。さあ、想像メイロンはロボットクラスめっちゃ勝つ、めちゃくちゃ勝っていたという話を聞いてます。ああ、逃した。1戦目はややさと、レジェンド力見せつけていく。レッグ脚が強い。しかしその場合の外からでも飛べる。そしてそれを逃すと一瞬で前に歩いてこのようにラスが取る。この辺踏まえて
シーロンが有利と言われてますが、タナシーさんだけは下がって有利ですよね。おっと今のはジャンプ、うわー、あそこでも打てない、球に対して非常に強い行動、うーアパッカーを取られた、投げを通して支援ガード、さあ高めから投げてぐちゃぐちゃにしていくのはグリグラ、トビよく見ている、おっと繋がらない、タイガーに勝負、あーシーク2本目はグリグラ、勝負といっても支援客に勝てるコードがないんですよね、あんのか、オクラスアパカで勝てますね、これは。さあ、デッキ客とアパカが相手になる姿も何回見たことか。さあ、でかいのが入る。あと上、あの上はデッキ支援両対応なんですが、まあ、見られてると300本ぐらいもらえますね。打ってる？あ、ごめんなさいね。うまいな。さあ、サガット側はフェイントを多めにして、フェイントを多めにして、フェイロンの行動を出させて刈り取るが理想。危ない。デッカも来る。ここは変わらないところ、グロスはよくしている支援客、うわっと、これはおおおおおお、タイガー、タイガー、あー踏まされた、さあ3先なのでこれでリーチ、再戦これは歩いて支援、めちゃくちゃ痛い、さあ中央パカしっかり、フェイマインも4で動くと最大が取れるので4で7割プラスしましょうと、うーそー今のはひどい、サガットのジャンプ攻撃完璧に出てましたよね、あーバカ、今日はバカ、あここは飛べない、おっと届いちゃう、甘い、死ねる、あバカバレてアルチチン劣化進展、これで2-2、最終戦最終戦です、画面端に追い詰めると埋めてたの今追い詰めるとサガットタッチタリなんですけども、一回上をちゃんと見て、おおおおレッおおよく対応してる、さあ最終戦先手を取ったのはややサガット、会話が1、おおおヘリすぎヘリすぎ、さあどうなる、さあここで前、おーまたしてもレックアパカ、これは両者気合が入っている、チャンチックうまい、さああとは上を見るだけか、どうなる、レックルー絡んだアパッカが巻き込まれたというわけで、ややさんありがとうございました、すごい動画がいっぱい撮れました、最後のひどいね、
やご視聴皆さんありがとうございました。今日途中で一回切れちゃったんですけどごめんなさいね。やや組ではじゃあ今日ここまでとさせていただきます。皆さんありがとうございました。参加のどうも。はーい、 X ゲーマーズさんがね YouTube に上げてくれるからみんなで見ましょう。では、配信じゃあ今日ここまでにしておきます。皆様ご視聴ありがとうございました。